喜んで食を迎えるのです。もう一つ、絶対にフラッシュを使わないでほしい。亡霊たちは強い光が好きではないのです。ここにあるのはたくさんの貴重な書物、それもゾーッとするものばかり。この大理石の胸像は文学史上に名を残すゴーストライターたちのものです。ここには999人の亡霊が住んでおり、千人目が来るのを待っているのです。誰か希望者はおりませんかな。いや、私が勝手に選んでもいいんですぞ。もし亡霊になる決心がついたら、後でお会いしよう。この廊下はどこまで続くのか私にもわからない。このような寒さになったり、焼けつくような暑さになったり、嬉しいぐらい過ぎに。
すぐに動き始めるか。